ふーちゃん、お誕生日おめでとう。今日ね、くーちゃんの3歳のお誕生日なんですよ。ね、お寝坊したけど。そう、お寝坊したから今日朝のスープを飲めてなかったので、今からくーちゃんのスープを作ってきます。待っててね、くーちゃんね。お待たせ。昔からツイッター見てくださってる方はご存知と思うのですが、これね、毎朝ぷくちゃんとくーちゃんとひなちゃんが飲んでるんです。ちょっとぷくちゃん割り込みしてきた。ひなちゃんはいつもねこうやって待ってくれてるんですけど、飲んだ後にちょっと残ってるじゃないですか。それをねペロペロするのが楽しみなんですよ。待ってる、こうやって。もうぷくちゃん朝飲んだのに、さっき。そろそろ飲み終わるかな。ティノちゃんまだみたいな感じで見てる。ごちそうさま。くーちゃん飛んでいる。くーちゃんね、ちょっとねまだお口のところが少しポコってなってるんですけど、あの以前病院行った時のね、あの開花になったって言ったじゃないですか。あれでもね、だいぶね本当に良くなったので今安心しています。さあくーちゃん、今からパパッと飾り付けしてケーキで撮影してね、プレゼントしよっか。くーちゃんちょっとやばいかな、なんか二度寝しそうな雰囲気なんですけど、起きてね、寝ちゃうかな、やばい、ちょっと急ぎます。はい、こっち向いてね、こっちだよ、上手。こっち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 。オッケー。くーちゃん3歳のお誕生日おめでとう。すごい、なんかすごく復活してきた。なんかね、フェレットちゃんのお誕生日って結構難しいんですよ。フェレットちゃん家族の方見てくださってる方いるかな。地味にね難しくて、お誕生日プレゼント、おちりが、おちりが、あ、ひなちゃん。くーちゃんめちゃめちゃ必死に入っていってる。これなんかお誕生日分かってくれてるのかな、嬉しいですね。ティノ何してんの。ティノも気になるよね。ちょっと待ってね、仲良しだね本当にみんな。何が入ってるかな、見えるかな。すっごいなんかもう埋まっていって、どんどんくーちゃんが埋まっていっちゃってる。くーちゃん3歳になったの。誕生日って嬉しいですけど、なんかあーもう3歳かとかすごくこう心に響いたりしますよね。ちょっと何してんの。もう、あー、こちら開けていきますよ。ぷくちゃんの時にねすごく喜んでたやつなんですよ。プレインスターチって言って、フェレットちゃんがお口の中に入れても安全な素材にできてるふわふわの、なんだろう、ベッドみたいな感じ、潜ってベッドみたいにもなって遊べるようなものです。早速やっぱりほら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 、くーちゃん喜んでる、よかった。くーちゃん眠そうだったからこのまま寝ないかな。どう、くーちゃん嬉しい、よかった。なんかこうやってね一目散に入ってくれたらやっぱりすごく嬉しいですよね。くーちゃん。ハムハムしてるの。あ、ゴーがなんか持ってきた。あ、ゴーちゃんお誕生日プレゼント持ってきてくれたの。下にあるこのおもちゃ持ってきてくれました今ゴーが。優しいゴー。くーちゃんよかったね。全然聞いてないけど、お誕生日おめでとうって、嬉しいね。ひな、ひな入りたい。みんな優しい。すっごいこういうのって幸せな気分になりますよね。ちょっと今日これ初めて買ってみたんですけども、おやつ代わりにあげてみます。あれ、ちょっと待って、硬い。ぷくくーちゃんたちがいないんだけど。あ、ティノ危ないよ、危ない危ない。びっくり、朝寝してます。もうちょっと起きてるかなと思ったのですが、もうね。
いつの間にかいなくなって一緒に寝てるっていうこの可愛さ。まあね、誕生日だけどこんな風に変わらず兄弟で仲良くしてくれたらもう幸せですよね。ほっこりしますよね。じゃあとりあえず3歳のお誕生日おめでとう。夜にはね、美味しいご飯でパーティーしようと思います。見てくださってありがとうございます。お、ちょっと動いたありがとうって。じゃあね、バイ。